ジョージ・ハリスンの Living in the Material World、 これは曲もありますしアルバムもあるんですね。僕のこの生きる物事の考え方とか哲学っていうのは、この中学に入った頃にこのアルバム中1ぐらいで出たんだと思うんですけど、僕が、ビートルズとかジョージ・ハリスンとかジョンとかポールとかのこの LP についてる歌詞カードの大役を読むことで作られてきたような気がします。そんな中でこのジョージの Living in the Material World っていう歌の詩にとっても影響を受けたんじゃないでしょうかね。こんな詩なんですよね。僕が住んでいるのは物、物、物の世界。ここに住めば自分さえ見失うほど。でもこんな世界に生きてこそ全てが開け、はっきり見えてくるのさ。命を受けたここはすでに物、物、物の世界。こういう、こう、物に囲まれた世界なんだということを認識して、で、パラレルな世界として、自分の内的世界が何か大いなるものとか命の源泉のようなものにつながってるんだよっていうことをジョージは言ってるんだと思うんですね、うん、でだからといってこの歌詞の中に出てくるようにこんな世界に生きてるから値打ちがあるんだっていうようなことを、彼は言ってます。僕は今までこうテレビを見てきてですね、とってもこう気に入った科学番組になったんです。もうタイトルも何もかも忘れてしまったんですけど、こう単純な生物にストレスを取ったらどんなことが起こるかというテレビ番組がありました。それでこう例えばイモムシがいて、これ蝶とか蛾の幼虫のイモムシですけど、やつらがですね、ストレスは何かというと木の枝をこう這いずり回る時のこの、痛いわけですよね、このトゲとかが。で彼らからそういうものをなくして、で葉っぱを食べることができたらストレスゼロになるじゃないか、いっぺん彼らをそんな世界に住まわしてみようということで、針金にですねボンドで、葉っぱをいろいろくっつけて、でこうトゲのない、葉っぱが食べれる環境を彼らに提供したら彼らは死んでしまったんですね。でそれと同じように今度はアメーバーたちの中にあるこの毒素の部分があるんですけど、この毒素の部分は生命的に考えても全くいいことがないから、これを取ってやったら彼らはストレスゼロの生活ができるじゃないかということ でこの毒素を取り除いてやるとですね、アメーバーたちもストレスゼロになった瞬間死んでしまったんですね。生き物って何なんでしょうね。で僕らが例えば精神というものを純粋に取り出して肉体とか物に関わらず生きていけたら、これは本当に素晴らしいと思うんですけども、流動体のような命だけど、僕らはこう肉体の中に住んで物と関わってたくさんのストレスを乗り越えながら生きてるんですね。ということは生き物の目的というのはそのストレスにチャレンジしていくこと、最後までそこにチャレンジしていくことっていう、こうテレビゲームのような世界かも分かりません。リビングインザテレビゲームワールドとかコンピューターゲームワールドというか、それがこう一つの僕らの住んでる世界なのかも分かりないですよね。で同時に大事なことは、そのパラレルな世界で精神の世界みたいなのを別にしっかり持っておく、揺るがないように持っておくっていうことをジョージ言いたかったんじゃないでしょうかね。ジョージはこういう世界に一生を生きましたけど、彼のやったこと、作ったこと、作った歌がたくさんの影響を世の中の人に与えたと思いますけど、僕は、僕の哲学はかなりの部分ジョージ・ハリスンの書いた歌から、その歌をまた大訳した人に感謝しないといけないんですけど、それを訳したものを日本語で読んで、で僕の今の考えというのができています。